大田記念美術館にて2020年8月1日から10月4日にかけて開催しております「月岡義年千と幼稚園展」展覧会の見どころをご紹介するスライドトークとしまして今回は月岡義年の最晩年の傑作である「月百志」についてご紹介いたします月百志あるいは月の百志とも読みますが 明治18年から明治25年西暦1885年から1892年に制作されました月岡芳年が数え47歳から54歳の時です芳年は54歳で亡くなりますのでまさしく最晩年の制作になります月にちなんださまざまな物語を描いたシリーズもので 平安時代の美女や戦国時代の武将たち、あるいは江戸時代の庶民もいれば、幽霊や妖怪まで登場し、その内容はバリエーション豊かです。題名の通り、作品の点数は全部で100点です。月岡芳年、ちと妖艶展では、月百紙全100点のうち、前期で13点、後期で13点、 合計26点が出品されます。今回は前期、8月30日まで出品されている作品のうち、闇を舞台としたこちらの3点について掘り下げてご紹介をいたします。まず、月百紙南平山、正月、曹操です。船のへさきで方を持って仁王立ちをしているのは曹操です。曹操は、 中国、魏の国の基礎を作った人物。三国志演義に登場するキャラクターとして、蜀の国の劉備とともに大変に人気があります。腰に手を当てて、遠くにある南平山という山を眺める曹操。真っ赤な衣装が色鮮やかです。着物の袖や髭がなびいておりますので、風が少し吹いているのでしょう。 時は西暦208年、孫権と劉備の連合軍と対峙する、かの有名な赤壁の戦いの前日の夜のことです。曹操は戦いの前日、船の上で宴会を催していました。すると夜にもかかわらず、カラスの鳴き声が聞こえてきました。月が明るいので夜が明けたと思ったのでしょう。 すると曹操は矛を持ち、船のへ先に立って慣習を読みました。この絵はまさしくその情景を描いています。次は月百紙、朱砂門の月、白雅の三味です。満月の輝く夜、朱砂門の前で、二人の男性が向かい合って笛を吹いています。右側、 こちらに背中を向けている男性は平安時代の苦芸で還元の名手とされた源の広政です白河の三味とも呼ばれていました御明寺安倍の生命が主人公となる小説や映画漫画などで相棒として登場しますのでご存知の方も多いことでしょうある月が輝く夜広政が須賀九門で笛を吹いていると 同じように笛を吹いている見知らぬ人物に出会いましたその笛の音色は大変に素晴らしいものでしたがお互いに言葉を交わすことなくただ笛を吹くだけでしたそのその後の広政はたびたびこの謎の人物と出会い互いに笛を吹きますこちらがその人物のアップです広政はその人が吹く笛の音があまりに素晴らしかったので お互いの笛を交換して吹いてみることにしました。すると、類いまれな素晴らしい笛であることがわかります。お互いの笛を交換したまま時が過ぎ、広政はやがて亡くなってしまいます。広政の死後、その笛を交換した人物は須佐久門に住む鬼であったことがわかります。鬼のようには見えないとても穏やかな表情をしています。 そしてこの笛には、ハフタツという名前が付けられることになります。この場面は、言葉をかわさずとも、お互いの笛の力量を認め合い、静かに奏でている場面です。月の夜に、綺麗な笛の音だけが響き渡っています。最後は、月百士、熊坂です。熊坂とは、 熊坂長藩のこと。欧州へ向かう牛若丸を襲った盗賊です。参考として、歌川広重が描いた牛若丸熊坂長藩をご紹介します。大きな薙刀で牛若丸に襲いかかりますが、この後帰り討ちにあってしまい命を落とします。しかし、吉利が描いた熊坂長藩は、 広重の作品と風貌が全く異なります実はこの絵は能すなわち陽曲熊坂の一場面として描かれています陽曲では死んだ熊坂長藩の霊が旅の僧侶の前に現れ牛若丸との戦いの有様を物語ります顔には能で用いられる朝霊別紙という能面が付けられています 大きなゲロリとした目玉、口は毎一文字に結ばれています衣装も広重の作品のように鎧を着ていません当時の能舞台を参考にしているのでしょう赤、緑、黄色の豪華、絢爛な衣装になっていますちなみにこの絵の背景は濃い藍色です 月がほのかに霞んでいるおぼろ月夜の雰囲気を出しているのでしょう。興味深いことに背景の色が異なる変わり釣りも制作されています。背景の色が変わると全体の雰囲気も大きく変わりますね。以上、月岡芳年の月百首の中から現在展示している3点の作品をご紹介しました。 さて、大田記念美術館では月岡芳年「地と妖艶展を10月4日まで開催しています。今回ご紹介した月百紙は前期の出品作品、すなわち8月30日までの展示ですのでご注意ください。展覧会の詳細については概要欄に記載している美術館のホームページをご覧ください。また、月岡芳年「地と妖艶展に出品される 全146点をカラーで収録した展覧会リーフレットも制作しています。A4 サイズ48ページ、税込みで1200円です。美術館にご来場の際には、ぜひお買い求めください。解説は、大田記念美術館主席学芸員の日野原健司がお送りしました。ご視聴ありがとうございました。